チャレンジカップ準決勝、福岡ソフトバンクホークス対中日。この場面打席にはロペスが入っています。さあ一打先制のチャンス、まあ、やはり先制することは大事なんで先制を取った。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、ホークス1点を先制しました。目の覚めるようなタイムリーヒット、1対0ホークス、試合の主導権を握ります。まあさすがというところですよね。さあ追加点の欲しい場面、まあ、この辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきます。ライトへ、ここはフライになっています。さあセカンドランナーはどうする、セカンドランナータッチアップ、おっと送球がそれた、ワンアウトランナー三塁となりました。打順は1番に返ります。バッターパッ、前の打席ではアップを選んでいます。2アウトランナーありません。さあ1点差ながら勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。流しました、ショート取った、同点のランナーを出してしまいました。2アウトランナー1塁、さあこれが先ほどのプレーになります。